それが1920年代なので、そこからグランプリレースが始まったような歴史があるから、ラリーはそのはるか20年前から行われていましたよね。で、あの最近清水さん結構ラリー出てると、まあ昔思い出して、ビッツで CVT、FF で必死になってペースノートと左足を思い出しながらやってますけど、あの僕も実は一回出た、一昨年かな、2017年に初めてあのコードライバーやったんですけど、一応ペースノート作ったけどあんま聞いてなかったですよねその頃はね。まあ右か左か言っとけばいいよみたいな、それは見れば分かるんだけど、あのでもね、今その TRD のロイチャレンジは、はい、90代の枠に対して130代ぐらい来るんだよね。あ、すごいですね。で、みんな家族連れで来れて、中継地点はいろんな焼きそばとかね、お好み焼きあるから家族もそこで、で見ることもできて、あの家族ぐるみで楽しめるのが一つ。確かになんかいい雰囲気でしたね。僕も1回だけ行きましたけど、でレースってさ、スプリントレースとかあっという間に終わっちゃうじゃないですか。富士スピードウェイ12周で終わりとかね。でなんか地域グルメみたいな感じがしますよね。そうそうそう、ご当地で前のリット温泉とかあったりとかね、はい、でもなんかだから最近その僕が乗った頃とは変わってペースノート真面目に作ってやるようになった。だから行き場が全日本しかなくなっちゃったから、ああレベル上げないと、はい、全日本行ったらちゃんとペースノート作って左足ブレーキ踏んで、サスもセットアップして、ちゃんと真面目にやらないと上位いけないんで、それで結構タイムが変わってくるってことですか。全然変わりましたね。だからドラテックが昔の常識じゃなくて、昔はアンダー出さないようにいかに綺麗に走るかみたいな感じだったんだけど、今はもうターンインからちょっとアンダー気味に入ってって、でペースオンと思ってるから、あのタイとかオープンかっていうのは出口わかるから、それで万が一出口でアンダー出したら左足でバーンってブレーキ踏んでもう一回インに向けるみたいな。そうやってもうキレッキレの走りしていかないと全然上位いけないね。っていうのは分かったんで、やっぱりそれをやろうと。なるほど。それで成績も上がってきた。もう去年の高山で2位になったんですけど、なんとその時の1位誰だか知ってる？どの部分だか知ってる？ピッツですか？違うよ、ノートイパワー。なるほど。ニスモがね、バッテリーちょっとチューニングしたらね、いきなり速くなっちゃったんだよね。まあ、バッテリーがたくさんあるとその分早いですからね。そうだから時代はね、ものすごく今面白い。もう電気も出てきて、CVT もある、マニュアルもある、FR もある、FFM もある、4個もある、ターボもある、でみんなが乗ってる好きな車でそういうあの初中級ラリーに、その仲間と一緒に家族も連れて行けるし、なんかヒストリック系も盛り上がってますよね。もうヒストリック系は実はヨーロッパなんかでは、まさにこのこれだって、そうか、これなんかは、マルセイユからみんなでフェリーに乗って、もうそれこそストラトスとか911とかが、ストラトス全部そのフェリーの戦争っていうか、こちらスペース全部閉めて、でコルシカに渡ってでコルシカ一周するっていうのにやっぱり150台ぐらい出るんですよ。でこれが今シリーズ戦になってヒストリックモンテカルロ、ヒストリックあのチューリップラリーヒストリックとか、昔の有名イベントがもうルマンクラシックみたいなもんですね。あれがシリーズ戦になってて、それを目指してみんな自分の古い車をちょっとラリー用にケーキつけたりとかやってたりするっていう、そういうのがあります。ただ日本ではどうしても古い車でスピードラリー難しいじゃないですか、スペシャルステージ、そういうふうに車をあの古いの改造しちゃうのもちょっとという人が多いんで、まだなかなかそこまでは行ってないんですけども、でもタイムラリーでも十分面白いんですよ。そうですよね。だからまあ私としてはもっともっと盛んになると思ってるんですけど、清水さんはでも600馬力とか700馬力の車でサーキット走ってて、あのビッツ何馬力ですか？何馬力だろう。何馬力でしょうね。100馬力レンタカーのビッツと一緒だ。1.5 リッターの NA だから120馬力で、面白いんでしょ？あのね、それでも面白い。もう何でも、もう乳母車からダンプカーまで多分全部同じ、はい、同じっていうか本気で走れば1秒でも速く走ろうと思ったらどんな乗り物も面白い、でもどうなんですか、正直言ってもうちょっと速い車で出たいなとかそういう思いはあるんですか？別にない。だからその、まあ、正直言えばやっぱりもっと速い車で、後輪駆動かなんかでね、まあ、今回 GR で出た 1.6 の4ターボとかでやりたいなと思うけど、あのそこだけじゃないからね、楽しさって。そうですね。
だから FF でやっぱりサスペンションをうまくセッティングできると、あのここだけなんですね、リアタイヤが減るんですよ先に。ああ、そうですね、うまく使えてくる。 FF でリアタイヤを先に減らすってことは、もうページをめくるみたいにこう入ってくる、うん、で4輪きちんと使えてるってことですね。それは WTCC と一緒で、うんうん、あの道上がシビック乗ってるけど、うん、清水さんリアタイヤから下手るんですよね、うんうんうん、でその感覚は分かんなかったんだけど、はい、ビッツでやっぱりアンダー殺すようなセッティングしてると、うん、リアタイヤから減ってくるっていうのが分かって、うんうん、はいはい、あサスペンションってこうやればそうなるんだっていうか清水さんクラスでもまだ勉強してるって。いや、ね、そこが47年前の俺より今の俺の方が早いと思うんだ車ももしかしたら27レビンとかだったらビッツの方が早いっていうことありえますか。だって86出てるけど、はい、あのうん、たまにちょっと濡れたような路面と拡大だったら、うん、FF のビッツが早い。あ、なるほど。まああのなんか今年のこと聞きたいなってちょっと思ったりするんですけど、うん、聞いちゃいけないんでしたっけ。いやいいの、あの新しいヤリスをこの前、はい、この前というか先週かな、うん、あの注文して、はい、で今年全日本6月以降2つぐらい出て、最後のダブル RC 出たいなって勝手に思ってるから、今ロールバーを頼んでるんですけど、ダブル RC スペックで今ロールゲージを発注して、いつチャンスが来ても出れるように前マシンを。なるほど、 FIA 公認になるみたいな。あ、なるほど。またあれですか、あの、ね、ちょうど年金がちょっともらえるんだって、その年金で今ロールバー作ってます、はい、デフはまたあそこで作るんですか。秘密、はい、ここがポイントそうです聞いちゃいけなかった聞いちゃいけない、まあ、サスはまあまあ普通に作れば大丈夫と、うん、このでもなんかですよね、こうラリーの場合やってみようっていう感じ、普通の人でも それがいいと思うんですよね。今、はい、まあ、さっきのモンテカルロじゃないですけど、うん、昔のモンテカルロは300台ぐらい出てたんですよ、うん、でそうそうそう、最初はコンサントラシオンってとにかくモンテカルロまで集まる、うん、でそこでまず第一段階のふるい落としがあって、うん、でコミューンっていうコモン、英語で言うとコモンなんですけど、うん、でそこでもふるい落としがあって、最後のレグがフィナルって言われるのは、うん、つまり予選を通過した最後の80台だけがチュリン峠の往復に出れる、ね、だからミレミリアもモンテカルロも、うん、街の腕利きが俺の車であの腕試しみたいな、そういうなんて言うんでしょうね、はいはい、あの広い草レースと町おこしと一緒になったやつが本来のラリーだった、うん、ね、はい、僕も2回ぐらい WRC 見ましたけど、モンテであの最後の方のゼッケンの人たちはもうなんか親子でちょっと片落ちのゴルフかなんか出しててみたいな感じでしたよね。だ日本もそうなるといいな、ちょっとなりつつあるのかなと思ってるんですけど。そうですね、はい、まあ、北海道なんかもいいし、うん、で自分はやっぱり年齢的にあの石原裕次郎が主演した日産ブルーバードが勝った1970年の栄光への5000キロのやっぱサファリーラリーのイメージと、あのモンテカロラリー、あのフェアリー Z が、うん、ワールドガードかな、アルトネンだ、屋根の上にスパイクタイヤを乗っけてね、うん、走ってたモンテ、うん、このZ とブルーバードのシーンが今でも焼き付いてるから、うんうん、やっぱモンテとサファリは死ぬまでに一回出たいなと思ってるんだけどね。いいですね、両方ヒストリックもありますよ、うん、ヒストリックじゃやだね本物ね、本物の本物、いいですね。っていうかじゃあまず今年はぜひジャパンの WRC ラウンドに出て、出て、うん、そこでちょっともう一度あのシードドライバー B ぐらいに上げて上げてあの車ビッツで、あ、リアリスで出られるんですか。出れるんじゃないの、後ろの方だったら、はい、後ろの方っていうかね、うん、いろんなクラスあるからね、はい、でやっぱり CVT って実は嫌いだったんですよ、はい、なんかパンツのゴム伸びたような加速でね、っていうか僕ボヨンって言って その経緯知ってます。そう、清水さんが CVT なんて大嫌いって言って、 CVT が日本の車をダメにするって原稿書いたら、書いたら CVT の人たちに呼ばれて閉じ込められて怒られて、そんなことないで、いろんな CVT をこう開発というかいろいろ変えてやっていくうちにラリーでよって話になっちゃったっていうんですね。いや元々ね、はい、サーキットであのちょっといじった CVT を、うん、よくしたから乗ってくれっていうのを、はい、佐藤久美ちゃんが富士で乗ったんだよね、はいはいはい、そしたら富士はもう全開じゃないですか、うん、CVT の良さ全く出なかったのね、はい、でやっぱラリーだってことになって、じゃあラリーは私ねみたいな感じで、うんうんうん、あれあのサーキットいうのすごいですよね。ピットロード入ってきてもずっとエンジンがバーンってうなったまま来る。いやだからね、日本車のダメだったところはもう全部燃費のためだけに車作ってたってことだよね、うんうんうん、エンジンもトランスミッション、はいはい、しかもモード燃費、うん、
だ実燃費なんてことはもう後回しにして、カタログ燃費を良くするために全勢力を、費やしてたから、全然私たちが乗って納得できるパートでができてこなかった。でもだから良くなってきたと、清水さんのおかげで、あの CVT が、フィーリングが良くなってきたと。僕はあの一度ダートラ上であの車乗らせてもらったんですけど、すごいレスポンスなんですよ、怖いぐらい。今だから同じビッツクラスでやっぱり3ペタルの天野さんってすごい速いビッツがいるんだけど、やっぱ CVT とマニュアルがものすごく今いいバトルしてますよね。たまにやっぱりマニュアルやっつけてるし、はいはい、じゃあぜひそれでもちろんまずは WRC 日本ラリージャパン出て、ヨーロッパに CVT って今のところないん で、ね、日本の技術なんで、やっぱ日本の技術で世界を接するっていうのは、そうですね、ヤマト魂としてやっぱり夢ですよね。日の丸背負って、行くっていうのをやってくださいよ、ぜひ。じゃあ、まあその前に全日本がありますが、そこでこうちょっと2勝ぐらいして、今年本当に久しぶりに、ようやくあのラリージャパンというか WRC の日本イベントが日本に戻ってくると、はいはい、まあ、そうですね、2004年から、通算6回ぐらいかな、6回かな、北海道でやったんですよ。11月今年そうです、11月19日から22日まで。場所はどこですね。場所はあれですよ、モリコロパークみたいな愛知九博の、愛知県と岐阜県とを、あの股にかけた、今度はあの今までのラリージャパンとは違ってターマックラリーになるんですが、オール舗装ね、オール舗装です。北海道はペースがあんまり上がんなく見えましたもんね。多分ふかふかのダートだったりとかして、あとまっすぐな道が多いんで、はい、あのちょっと見た目に、うん、あの離れて見てるとよくわからないし、近くで観戦してると、はい、あっという間に通り過ぎちゃうっていう、はいはい、ですからこうやっぱり曲がってなんぼのラリーというのはあります、うん、はい、まあラリーは釣りに例えるとなんだっけ、船に始まり船に終わり、はい、最後がヘラブナ釣り、はい、なんでモータースポーツはラリーに始まり、ね、はい、最後はラリー。じゃあこれで終了になりますけれども、はい、清水さんもラリージャパン出場を目指して、もう年金、はい、年金で頑張って、はい、あのいいマシンセットアップしていきたいと思います、はい、では皆さんぜひ楽しみにしてください、はい、今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございます、はい。